人間天皇は、日本の第二十四代天皇。縄奥慶天皇、大石武、ける、生の地、糸満紀王、大足、大た目など。字は、島まろ寒風守望である人間天皇は、代々の天皇と同様、奈良時代に、大海の御船によって先進された。理中天皇の孫、四辺押しいいはの子。母は美女、美名。賢天皇の同母に、 とは、石上広高宮。安光天皇三年、天皇が暗殺された後に、父の支援をし、わみ子が、大八瀬王子に殺されると、弟の桶王と共に逃亡して、身を隠した。まず、丹波国与佐軍に逃げ、後には、針間国明石や三木のしじみの石室に隠れ住む。兄弟ともに名を変えて、丹波少子と称した。縮み耳焼首に雇われて、 牛馬の飼育に携わっていたが、聖明天皇二年に、帝王が、縁の席で王族の身分を明かした。聖明天皇は、子がなかったため喜んで迎えを使わし、翌年に二王を宮中に迎え入れた。四月に奥警防が皇太子となった。同五年に、聖明天皇が報じた時に皇位を帝王と譲り合い、その間は、イーデア王女が失勢した。古事記では、 二王が身分を明かして宮中に戻ったのは、聖明天皇の崩御後、イーデ王の失勢中のことであるとする。翌年、帝王が即位したが、わずか在位三年で崩御した。これを受けて、奥帝王が、人間天皇元年一月に即位した。三年二月に、石上太ネリを五年に再起作りを置いた。また、六年九月に、高来へ、日高騎士を使わし、 川の交渉などの思考業者を招いたという。人権天皇の時代は、国中がよく収まり、人民から、天下は人死に返し、民はその制御に休んじていると評された。7年1月には、巫女の昭発説、味噌サザイ巫女と皇太子に定め、11年8月に、宝魚、水鏡に50歳、帝王変年期には51歳とある。皇后は、 有力天皇の御子である春日大娘御子であるが、父を殺した有力天皇の御子を皇后とした理由として、任賢天皇自身が冒険の出身であるため、直系の御子皇后に迎え入れ正当性を強めたと考えられている。これは、娘の田白家の王女も冒険出身の慶大天皇の皇后となったことで繰り返されている。人賢天皇羽乳坂本領領は、 区内町により、大阪府藤井寺市青山三丁目にある、羽生坂本寮に事情されている。区内町上の形式は、前方公園。遺跡名は、ボケ山古墳で、墳九丁122メートルの前方公園墳である。人間天皇11年10月に、笹草された。元木元無漁において、所在不明とされたが、河内の学草確保は、 原料に儀定し、ボケ山のボケを、おけの誤りと交渉した。この成果に基づき、幕末に原料に事情して、修法を加えた。中軸線は、四辺の推定値の方向に向いている。北西に倍長一期がある。皇居では、高齢殿において、他の歴代天皇、皇族とともに、天皇の霊が祀られている。また、神戸市西区おしべ谷町木津には、 人権、建造料亭を祭神とする建造人権神社がある。この神社の他にも西区内や明石市や三木市にはゆかりを称する神社が数多くある。当天皇の在位について実態は明らかでない。日本書記に記述される在位を機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と西暦対象表の一覧を参照。ありがとうございます。